こんばんは。即課塾のこぼです。隠居がもうね、5年になるのかなで、えー、さっきね、この、うっかり、前澤社長とされる方からの、この、友達申請を承認してしまいました。皆さんはもう、なんとなくおかしいなと思ってると思いますけども、これ、本当に前澤社長じゃないですよね。成りすましですよね。ということで、友達申請、いっぱい来たんですけども、同じ人から。 今までずっと無視してたんですけども、さっきね、うっかりとクリックしちゃったんですよ。でも、しょうがないんで、まあ、見てみるかって感じですよね。まあ、こういうことがあるから、乱発するのかもしれませんけどもね。なんかね、一時期流行った、う河、ん、本さんを思い出しますね。いつもいいね、コメントありがとうございます、みたいな感じで。えー、こちらに登録お願いします、みたいな、あの、コメントもありしましたけども。今回、前澤社長、本当に本人なのかななんかね、この、 自己紹介写真を見てたら、そんな気もするし、基本データはどうですかねあ、基本データ何も書いてないですね。友達はうーん、なんかよくわかんない友達だな。で、写真。なんかね、やっぱりね、なりすましのようない気がします。じゃあ、メッセージ見てみましょうか。こうなってます。あの、右下にありますよね。COVID-19。この困難な時期に私は皆に5000ドルを与えることによって、100人の幸運な、あ勝者の良さを共有したいと思います。 興味がある場合はイエスと返信し、興味がない場合は無視してくださいと。こちらから早めにご登録くださいと。とイエスもノーも送ってないのに、これ来ましたね。このイベントは4時間のみに有,有効です。なんでしょうね。これクリックしていいのかなクリックしたらまた、なんか気まずいことになるんじゃないですかね。とりあえずここクリックしてみようかな。なんだこりゃ。今すぐ登録でしょこれ前沢社長こんなことするんですかね ちょっとね、私はここまでにしときましょうか。10億円とかなんとかもいいっすよ。いいっすわああ。警戒しすぎかもしれないけど。こういうのに頼る私ではない。前沢社長は楽しくて面白い人。でもね、Facebook でこういう風なことはしてこないでしょ。これだから、前沢社長と全く関係ない方がリスト集めのためにやって、 結局は、成立があってお金持ってかれるみたいな感じでしょもしくは、投資に参加しませんかとか言って、30万預けたら、そのままドロンってやつでしょそんな気がするんですけどもね、ちょっと心配すぎですかね。とりあえず、さっき、こっから先お好きにはなりませんので、もしこれが社長本人だとしたら、気持ち悪くてやらない人も多いんじゃないかなと思いますから、そこをご考慮くださいませ。えー、例えばね、お金が結構余ってるそうなんで、テレビ CM とか、ラジオ CM とか、雑誌 CM で、 Facebook でこんなイベントやりますみたいなこと言ってくださったら、あ、こうなんだなと思いますけども、これ、いきなりですからね。うん。いきなり、しかも前田社長、いろんな前沢アカウントで送ってくるでしょ。ね。このパターンだけじゃなくって。それじゃあ、やっぱりね、おかしいなと思っちゃいますよ。ということで、今回は、ここまでにしておきます。以上です。